ジョイトズポッドキャスト変革への道。こんにちは、伊藤丈一です。こんにちは、奥井奈々です。今日のゲストはイーサリアムファウンデーションのエグゼクティブディレクター宮口彩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョイさんは宮口さんとこのポッドキャストでもお話しされてますし、何度もお会いされてるんですよね、はい、特に最近なんかいろいろやり取りが増えて、まあいい意味で、はい、自民党のさっきおっしゃってた話は何ですか。そう、自民党で Web3PT っていうプロジェクトチームがあって、そこでいろんな人を呼んでみんなの話を聞くんですけども、昨日彩さんにプレゼンテーションしてもらって、そうですね、たまたま日本にいて、最近ちょっと日本に来る頻度が多いのと、はい、あと日本がいろいろ頑張っているのと、あとジョイさんがいろいろサポートされているのと重なって、そうですね、お会いする機会が最近多いですね、あ、なるほど、はい、普段は日本じゃないんですか、お住まいは。普段は、最近はシンガポールにいるんですけれど、あんまり家にいないことが多いです。あ、もう海外を旅してる仕事で出張してる。そうですね、うちの団体が特に所在地っていう箇所ないので、みんなと集まるのもいろいろなところでイベントがあるときにっていう感じなんで、今回はですね、この NFT とか DApps といった Web3 を支えるこのイーサリアムブロックチェーンが、宮口さんのような日本人のリーダーシップのもとに運営されているというのはあまり、皆さん知られてないように思います。まずは宮口さんが所属するこのイーサリアムファウンデーションとは何かということを説明していただけますか。そうですね、まずなんかいきなり訂正で申し訳ないんですけど、はいはいはい、運営している人が、ブロックチェーン自体をイーサリアムの運営している一つの団体とか人がいない、ね、ボスがいないっていうのをちょっとはっきりしとかないといけないんですけども、イーサリアムファウンデーションというのはもともとイーサリアムのプラットフォームのプロトコールの開発研究をサポートするために、最初アイデアがビタリックによって作られて、でその後ファウンダーたちが集まって、少しずつ開発が始まってたんですけども、もっといろんな人を巻き込んでいかないと作り上げられないし、これをオープンにみんなのものにするためにどんどんコントリビューターって言いますけども、貢献してくれる開発者たちも入れていかなきゃいけないっていうの でそういうプロジェクトを立ち上げるためにイーサリアムファウンデーションをまずが立ち上げられて、それで最初のトークンセールって、なんですか、資金を集めるためとかを、サポートしたというかローンチしたのがイーサリアムファウンデーションだったっていう感じですね。ちょっと補足すると、NTT の電話システムは NTT という会社がいろんなものを持ってつないでそれをサービスで売ってるんだけども、イーサリアムというのはこれ知ってる人は当たり前だと思うんだけども、ソフトウェアがあって、でそれがオープンソースソフトウェアのプロジェクト でそのソフトウェアはいろんな人たちが自分のパソコンとかコンピューターで勝手に動かして、それがインターネットで接続されて、それは誰のものでもないこう宙に浮いてるネットワークがイーサリアムで、それを運営しているのがもう世の中が運営していて、でしかもそのソフトウェアはオープンソースのソフトウェアなので、こう影響力ある人はいるかもしれないけども、みんなで議論していろんな人がコントリビュートして、でそのコントリビューションが良ければ取り込まれて、それがいいと思ったらみんなが走らせるってい こうすごく民主主義的なシステム でそこの中で影響力ある人たちが集まってそれを応援する団体みたいな感じで、例えば大阪弁っていう言語があって、大阪弁推進会議っていうのがあって、それがイーサリアムファウンデーションだとすると、大阪弁で電話で取引してる人たちがこのバリデータ でその大阪弁を好きな人たちがコミュニティだったりするので、だから そのぐらいこう運営っていうコンセプトからちょっと離れてるっていうのは、多分使ってる人は NTT の電話とあんまり違うという感覚ないかもしれないけど、このものはだいぶ違うというところ、なるほど、仮想通貨のイーサリアムと関係はどういう関係性なんですか。さっきトークンローンチって言ったんですけれども、最初に、資金を調達するために、トークンをみんなに渡して資金を調達したんですけど、そのトークン自体がこのイーサリアムのプラットフォームを
スマートコントラクトっていう技術が一番イーサリウムの革命の部分ですけれども、動かすための、ガスっていう言い方もしますけども燃料みたいなものですね。で、なんで、本来そのための、英語ではねユーティリティとかっても言いますけども、もので、それにある程度、そこに価値があることによってセキュリティもネットワークが守られるので、ある程度の価値は必要なんですけれども、それまでの、ビットコインとかだった、いわゆるそれがどのぐらいお金みたいに価値があるかっていうのの見方とちょっと完全に使い方が少し違うっていうので、ただそれを資金として、資金を集めるために、使ったので、ちょっとそこが分かりにくいかもしれないんですけど、基本はそのスマートコントラクトプラットフォームを回すためのトークンです。仮想通貨イーサリウム自体をみんなでこう理解するんじゃなくて、する目的じゃなくて、こうみんなも集まった目的は資金調達っていうのが大きいですか？そうです、そこにさっきも言ったんですけど、価値があるということで、報酬の仕組みが決まっていて、ネットワークのセキュリティを守っているので、価値があることが大事ではあるんですけれども、本来作り上げたゴールというか一番大事な目的は、そこで、ただそれに価値を見出して、そこからエクスチェンジとかがトレードしてっていうのは、それはそれでビジネスとして のアイデアなんですけども、開発者研究者が作ったアイデアとしては、このクリプトエコノミクスを回すためのトークンっていうことですね。だから価値とは紐づいているので、価値があることは大事なんですけども、ジョイさんとこのファンデーションの関わりはあるんですか？直接はなんていうの、金銭的な取引はなくて、いろんなアイデアの交換をしていて、で今あやさんが言ったやつちょっと違う。僕も最近大学いろいろやってる、大学で例えで言うと、その大学っていうのは月謝ももらうし、大学として金銭的に回らなきゃないし、大学の中ではお金儲けのことばっかり考えてる、エンダウメントを管理する人いるんだけども、ただ大学の目的はお金儲けじゃないんだよね。大学があるからこそできる研究とか学位とかっていうのがあって、で僕の立場からすると、イーサリウムが潤沢な資金があってビジネスとしてなって、そこの中で一生懸命ビジネスやってる人たちがいるのはとても重要なんだけれども、なんでイーサリウムに存在してほしいかっていうと、信用できる安定しているスマートコントラクトが動くプラットフォームがあって、そこで変革コミュニティをやったり、夕張メロンをやったりするのが目的であるので、だから今お金が目的だったのかっていうと、そのパーツの中では目的になってるから、大学でもお金のことを考えている人が必要だと思う。でもそれが目的じゃないんだよね。こう人間、イーサリウムファンデーション のアニュアルレポートに書いてて、僕もよく使っている言葉だけど、やっぱり人間のコーディネーションのプロトコルなので、そのコーディネートできていい社会を作るためのもので、そのビジョンとかをあやさんたちがすごくちゃんとコンベイしていて、でそういうところを僕もいろいろ話を受けて、一緒にディスカッションに参加したり、僕もいろんなところでやってるので、だからそれ お金じゃないレイヤーではすごくこうつながってはいるんだよね。そうですね。で先ほど、質問されたイーサリウムファンデーションの役割というか、歴史的に言うと、もともとはだから技術者開発者、開発者研究者の集まりだったんですけども、やっぱりグループが大きくなれば、さっき言ったみたいな言っていただいた価値観とか、これを世の中のいいことに良くなるために使っていくんだっていうのは当たり前で、集まった人たちがいても、広がっていくことによって、研究開発以外にコーディネーションとかコミュニケーションとかが大事になってくるっていうところで、特に私が入ってからは、そのコーディネーションの部分をどうより良くしていくか、ただうちがビッグボスみたいな風ではなくて、みんなに貢献してもらいながら、どうやってそのいいところがなくならないようにするとか、最初に考えたアイデアがなくならないようにするとかっていうことを、いろんな活動が開発技術、研究だけじゃないところが必要なんじゃないかっていうところを考え始めたのが割数年前ですね。あやさんの役割はもうコーディネーション、組織の
コーディネーションみたいなところ、まあ、イーサリアムファンデーション自体がコーディネーターにならなきゃいけない、自分たちで作る研究するだけじゃなくて、うん、みんなを巻き込む側で一番分かってる人たちが最初にいるわけだから、じゃあ何ですかね、なんかこうだんだんこう先生がみんなに任せて、みんなでできるようにするみたいなのと一緒で、イーサリアムファンデーションの役割がやっぱり大事な役割がコーディネーターだっていうことで、うんうん、まあ主役になるんではなくて、うん、コーディネーターになっていくっていうので、まあ、最初に考えたビタリックとかも最初は自分が研究のアイデアをどんどんメインで出す一人だったんですけれども、うん、やっぱりだんだんみんなに任せられる、うん、優秀な人たちが入ってくる、でそこで彼のできることは何なのか、じゃあやっぱり世界にメッセージを伝える力があるのでっていうことにいろいろ本人も考えてやってるし、うん、私も考えてやってるんですけど、イーサリアムファンデーション自体もこう生きてるものを扱ってるように役割をこうシフトしていくっていうのが大事だよっていう話は していますね。だからもう日々こう模索して今のイーサリアムの状態 で自分たちがこうロードマップ全部考えて会社のプロダクトみたいにやっていくんじゃないので、予想できないこととか起きるじゃないですか、うん、でも今のその現状のイーサリアムのエコシステムの中で何が足りてないか、どういうとこが行き過ぎてるかとかを考えて、じゃあ今やらなきゃいけないことをこうなんですかね、日々アジャストしていくみたいな、うん、結構だから柔軟性も必要だし、うん、もちろんクリエイティブに考えなきゃ、普通の会社の考え方とか、まあ基本なんか組織に所属すると固まりがちなんですけど、そうじゃない、なるべくそうじゃないっていうのを即していかないと、うん、なんか楽な方に行っちゃう、うん、さっきお名前出てきたビタリックさんは共同創業者だと思うんですけど、はい、彼はどうやって出会ったんですか、はい、ビタリックはもともとは私の前職に、クラケンというエクシェンジにいたんですけれども、サンフランシスコにその頃住んでいたので、そこのオフィスにまだ一番最初の小さなこの部屋より小さいぐらいのオフィスに数週間なんかこう泊めてもらったというか、オフィス使わせてあげてたみたいな時があって、でその時にイーサリアムのホワイトペーパーを彼がちょうど書いていたっていうのを知らなかったんですけど、後までっていう頃に出会ったんですが、まだティーネイジャーであんまりこうすごいおとなしい人だったんで、そんなにこうわーっと話すっていうタイプじゃなかったんですけど、それが出会いで、なんでまあとにかく小さいコミュニティだったし、今に比べたらみんな結構知ってるっていう時で、なんかいろいろちょこちょこは重なったんですけど、同じ業界にいるしですね。で2017年、私が前の仕事を辞めて、まあちょっともう少し自分の本来興味ある、どうやってこれで世の中を良くしていくかっていうところにシフトして何かやろうかなと思っている時に、まあ彼と彼の周りの人たちに、うん、手伝ってくれないかっていうことが分かったっていうところですね。以前さっきもちらっとありましたけど、先生だったんですよね、はい、イーサリアムに関わる前のキャリアは。イーサリアムに関わるこのブロックチェーンクリプトに関わる前はちゃんとした仕事はそうですね、高校教師でしたね日本で、はい、何を教えてらっしゃったんですか。英語を教えてたんですけど、うん、やっぱりなんか英語っていうのは単に私はツールで言語なんで、その先にある文化とかなんかそういう話をするのが好きだったし、あとはやっぱり日本って小さな島国なので、外にこういろいろ私が話したりとか読んだりって学べることもあるけど、外に出てしかわからないことがあるから、まあ、なんですかね、外に出ましょうっていう、うん、なんかアドボケートっていうか生徒にみんなに外に出ようって言って、まあ、私のだから生徒たちは結構外に出て行ってなんかいろんな冒険をしてくれた人たちが多いんですけど、はい、なんかその先生からこうブロックチェーンとかクリプト業界に行くってかなりジョイさんが出会ってきた中でもいらっしゃいますか、そんな方。そうですよね、珍しいような気がするけど、逆に
あやさん、うん、あの先生からブロックチェーンに入ってる他の仲間っている？いや私が知ってる限りはいない、まあね、いらっし今はもう業界が大きいんでいるんでしょうけど、うん、でまあでも教師としてなんかこう、うん、何を若い子たちに伝えていかなきゃいけないかとか、私の中ではやっぱり少しだけあのアメリカで学んだこととかもあったので、なんかこうちょっと割と日本ってすごく、便利で、あの住みやすい国なので、うん、クリティカルシンキングが、うんうんうん、あの失われがちとか失われがちもそうですけど、なんか教育の中にあんまり入ってないじゃないですか、うんうんうん、なんかみんなと同じように考えなさいみたいに、私特に古い世代だから、うんうん、そうやって育てられて、でそこにちょっと疑問を感じていたので、うん、なんかそういうのを伝えていた割と熱血教師だったので、うんうんうん、そういう意味ではなんか世の中の間違ってることとか正義不正とかそういうことには敏感な方で、それも伝えてた方だから、割と話してることはあんまり今と変わらないというか、うん、なんだろう多分あの、うん、そうですね、つながっては自分の中ではつながってるんですよね。なんかクラーケンの日本代表の時にマウントゴックス事件 の, あの処理も行っていたと聞いたんですけど、はいはい、それは本当ですか？まあ、それはなんかもうやらなきゃいけないというか正義感やりたかったわけじゃないですけど、正義感というか、うちの、クラーケンのトップがやっぱりそういう人だからあの誘われて参加したんですけど、とあの頃、まあ、ジョーさんもご存知だと思うんですけど、古いビットコインの人たち特に、うんうん、あのお金っていうよりはこういう中の問題意識で次のこういう技術がなきゃいけないっていう意思でやっているから、あのまあ何ですかね、中央集権っていうやり方に問題があるってでやってるから、だからあのマウントゴックスでみんなが被害を受けた時に、そのトップのジェシー・パウエルがやっぱりなんかもともと彼クラケンってマウントゴックスがうまくいってないハッキングされてるのを見てこのままじゃいかんと思って作った人だから、なんか彼の正義感でなんかこう被害者たちを助けたいみたいなのがあって、それで私が日本の人だったから、うん、で日本で起きたことだったから、まあ、やらざるを得ないとか説明しなきゃいけないって、うん、で例えば、債権者の人たち の, あの持ってたクリプトがなくなる、まあ、その頃はメインがビットコインだったんですけど、でそれを、まあ、破産の手続きとかの中で、ビットコインを現金に変えないっていう、あえて破産する時って全部リクエデートするのが普通、うん、てか歴史上それまで過去ないんですけど、それビットコインのまま変えないでほしいっていう説得をするっていうのとかをやって、うんうん、それは意外と知られてないんですけど、あの時売っていたら売っていたら、ね、全部リクエストしてたら、うん、2万円以下とかだったから、うん、あのなんか良かったですね。ジョイさんこの判断すごいどうですか？うん、いや、 やっぱり今本当にこうブロックチェーンの人たち、ビットコインも含めてブロックチェーン信じてる人たち信じてない人たちってもう完全に違うんだよね。やっぱりあの本当に信じてる人たちは限りなくたくさん自分の資産はもうビットコインなりイーサリアムで置いとくのがもう当たり前なんだよね。でそうじゃない人たちは本当にこうちょぼっと入ったりちょぼっと入ったりっていうので、でやっぱりそもそも多分そういうところにいた人のたくさんの人たちはやっぱり本当の信者なので、うん、なんかこうこっちは当たり前のことはこっちからすると侵害みたいな感じ でそこのこう境目で、今特にクリプトウィンターになるともうこうなんかクリプトなんかなかったことにしようみたいな人たちってアメリカとかには特にいて、うん、であのでもう僕が最近やりだした時でもすでにいたんだけども、結構 NFT の業界なんかはもう考える単位はイースなんだよね、うん、でドルとか円に換算してないんだよね。でたくさんやっぱりクリプトの世界の人たちっていうのはメイン の, あのこの測る単位がビットコインだったりイースだったりするので、だからやっぱり そこ結構もうあの多分その時期からもそういうネイティブの人たちとはこうつながってはあやさんとかいたと思うんだけど、今かなりのたくさんの人たちは そういうふうになってきてて、それ多分入ってない人には見えてないかな。そうですね、うん、
なんですけど、私も手探りでそうした方がいいですよみたいなことを伝えたんですけど、本当にそうしてくれるっていうのはびっくり、びっくりとか、だから割と賢い判断。それ交渉相手は裁判所なの、担当の方が、すごく物分かりがすごい、ね、あのみんながやっぱりいろいろ文句言ってたりしたんですけど、やっぱり日本と手続きするの大変なんですよとか、ほとんどもう 90% 以上が外の人たちなんで、債権者は、っていうので、すごいなって思いました。歴史上すごいことですね、あれは。そこになってらっしゃったんですもんね。そうですね、あんまり今なんかそういう話はちょっと仕事とずれるのでしないんですけど、なんかでも普通の組織ってこう問題が起こったら、まあトップが出てきて、でなんかあのまあ謝罪か何か文献してみたいなだと思うんですけど、イーサリアム財団って非営利組織じゃないですか。なんかその非営利組織と普通の会社、まあもちろん共同創業者がいて、エンジニアがいてっていうふうにもあると思うんですけど、普通の会社と違うところって、組織として何が違うんですか。まず非営利ってこと大事なんですけど、で会社っていうのはさっきも言ったようにやっぱり最終のゴールが、まあそうじゃないいろんなゴールがあるにしても利益を上げること、まあ、特に例えば株式の会社とかは株主のために利益を上げることがボトムラインというかゴールなので、それをやっぱりゴールっていうのが一番大事で、それに向かって進んでいくわけじゃないですか。だからで普通ノンプロフィットっていうのは最近よく考えたんですけど、やっぱりその非営利なのか営利なのかっていうことだけじゃなくて、そのゴールの設定がそもそも自分たちの利益がゴールではなくて、世の中のこの部分が良くしたらいいっていうところがゴールなので、なんですかね、それを元に全部が作られるべきっていうか、作ってからそれがあるとかじゃなくてっていうので、それが大きく違うんですけども、あとはイーサリアムファンデーションは特にあの普通のノンプロフィットともちょっと違うというか、まあ運営の仕方もそうだし、そもそもやっぱりこのディセントライズな、分散型の技術をサポートしてるんですけれども、運営の仕方も一人のボスがいてっていう風ではなくて、みんなで作るってことが大事だから、組織の中もそれを反映している、まあ、自然に反映してきますよね、そのメンタリティがそうなので、っていうのもあるし、私たちが気をつけてそう反映していくのもあるので、例えばその一個のロケーション所在地みたいなのはなく、みんな今、300人弱今メンバーいるんですけど、50カ国以上かな、そのぐらいのところに、ちらも数字が私がわからないぐらいバラバラのところにみんながいて、でそれを、まあ、ほぼだからやり取りはオンラインなんですけれども、あのチームが研究開発のチームもいて、それからさっき言ったコーディネーションの役割だから、助成金を出すチームだとか、いろいろな各地のところでみんなが、うちがカントリーマネージャーみたいなのはいないんですよね、置かないようにしてるので。でもそれぞれのいろんな、例えば去年デブコンっていうイベントも含めて中南米をフォーカスして たくさんサポートしたんですけども、で中南米のサポートするときに、それぞれの例えばアルゼンチンのローカルで誰が頑張ってるかとかっていう、だからうちが頑張る人になるんじゃなくて、頑張ってる人たち、ローカルコミュニティの、まあ、その価値観が一緒な人たちを見つけて、そういう人たちをサポートしていくみたいなのをするっていうので、こちら側のサポートの仕方もちょっとプリンシポルの一人なんですよね、サブストラクションって引き算のやり方でやってるんですけど、だから運営自体もなんかこうトップダウンというよりは、それぞれのチームにまず考えさせて、予算だけはもちろん私ファイナルアプルーバーなんで、最後のこう何いいよっていう人なんで、反抗するわけじゃないですけど、予算は見てますけれども、割とそれぞれのチームに考えさせて、なんですかね、例えばベノサイレスとじっくりローカルの人と関わってるチームが一番分かってるはずだから、私がプランを決めるんじゃなくて提案させて、でただビジョンのところだけは合うように 見守っていくみたいなので、もちろんそうやってやってらっしゃるビジネスとか、ね、団体の方がいらっしゃるとは思うんですけども、そういうのが日々いろんな採用する時とか、決断をする時とか、予算を組んでいく時とかっていうところに少しずつちょっと違いが出てくる、
なんか意思決定もすごい、50カ国の方がいて、で分散組織 でかつオンラインって相当リーダーシップ取るの難しいんじゃないかと思うんですけど、こうなんか宮口さんがあえてこう日本人っていうあの立場を使うなら、こう気をつけてることとか意識してることって何かありますか？日本人なんで自然に自分で意識せずに、日本人の部分がどうしても私のパーソナリティの中にあるので出てるとは思うんですけども、日本人っていうよりはリーダーシップで多分役立ってるのはもともと教師だったっていうところで、で先生っていうのは自分が何か全部やるのが最終ゴールじゃないじゃないですか。なんか子どもたちが自分たちで考えてできるようになって、そうやっていらなく先生がいらなくなったら一番ベストなので、っていう意味ではそこが似ているかなと思って。ますね。はい、で私は割と逆になんかこうトップダウンに自分が全部決断して全部マイクロマネージして入っていくっていう方がむしろ慣れていなかったので、そこは自然になんかこの分散型の組織の運営の仕方にフィットしていたのかなと後から思いましたけど、小嬢さんから見てあやさんのこう組織アプローチってどう思いますか？からさっき言ったそのオープンソースのプロジェクトって、前からあるんだよね。で多分いろんなリーダーシップのスタイルあるけども、確かあれ Python だったかな、結構いいオープンソースプロジェクト でそこも女性リーダーがいて、で彼女もやっぱりこうすごくこうさっきのコーディネーションじゃないけどこうみんなをこ うまくこうまとめていくのが上手で、でやっぱりこう下からこうサポートされてるリーダーだったんだよね。でもちろんトップダウンの人もいるけれども結構元気なオープンソースプロジェクトのリーダーのタイプっていうのがいて、でそれに結構僕はなんかあやさんの感覚って似ているし、そしてその僕も最近よく日本の哲学の話してるけども、その和みとか和とか生きがいとかこうなんか拡大が目的じゃないこう調整の気持ちっていうのがあって、でこれって日本のベンチャーとかだとそう足引っ張るのね。でさっき その日本のこうちょっと硬いところそこから出てくるんだけども、ただイスリアンみたいにもうほっといても灼熱してるコミュニティ でお金が絡んでるから、ほっとくと結構お金の最適化と最大化に自然と流れちゃうところに、でこれビタリックもちょっとそういうところあるんだけど、ビタリックとかあやさんみたいにでサブトラクションって今言ったけども、いかに自分の組織をちっちゃくして、いかに自分たちが強くならないでみんなをこう育てるっていうのってこうやっぱりアントレプレーナーの考え方と違うんだよね。真逆ですね。だからその、だから僕もよく例えで言うんだけど、こう伊勢神宮の木一本一本はすごく頑張って伸びて競争してるんだけども、伊勢神宮自体はしげしげして拡大じゃなくてしげしげして長く続くことが結構重要だったりするんだよね。でだからイスリアムファンデーションみたいにこのエコシステムを元気で生きがい持ってかつこ うまくこう育っていくっていうのって、やっぱりあやさんがよく言うそのガーデニングじゃないけども、その庭師みたいな人が必要なんだよね、その秀吉みたいな人よりも。だからまあ利休っぽいって感じなので、だから そこはまあ、今奥井さんがその日本人っていうのはあるけども、やっぱり日本人はそういう要素っていうのはやっぱり文化的に持ってると思うんで、それはなんかこう表現できてるんじゃないかなという気がする。みんなで盛り立てようよとか、みんな自分たちの次の世代がちゃんといい世界で生きれるようにしようよみたいな、自然にそういうふうに考えて、ビジネスだとしてもノンプロフィットだとしても、だからノンプロフィットかビジネスかどうかっていうよりは、そういうのが世の中に、例えばイーサリアムファンデーションとかイーサリアムだけではなくてもっと大事なんじゃないかなって思いますね、やっぱり見てて。でイーサリアム、ジョージさんがおっしゃったようにイーサリアムはもうこのクリプトっていうか、どうしてもお金にとても近い技術なので、そことの葛藤っていうのは日々あるんですよね。やっぱりだんだんお金をこう儲かる仕組みにしやすくなる流れっていうのはどんどん出てくるんですよね、でもその時にちょっと立ち止まってというか引いて、あやっぱりそもそもなんでこれ作ってんだろうって使って、ソリューションというかいろんなアプリケーションができてほしいんだろうっていうところを考えるこうきっかけとかインスピレーションみたいなのを内が出していかないと
今のところやっぱりなんかいけないんじゃないかっていうのが、でそのうちそういうことをやってくれる人たちがもっと増えて、うん、行ったら、ね、私の 役割っていうのも小さくなれるんだったらそれはそれで素晴らしいし、うん、私もずっとイーサルムファンデーションに一生いるわけでもないし、うん、ビタリックも一生というか何百年も生きてるわけじゃないので、それをの価値をどうやって続けていく、うん、そういう意味で言うと伊勢神宮のとかは ね、 そ, うですね、それが伊勢神宮の存在と価値観みたいのはずっと保たれてるっていうのは、でしかも誰がやってんだろうみたいのがわからないけどっていうのはかなり学べるところですよね。日本人ならではの強み、さっきおっしゃったナゴミとか、1000年、100年、1000年、2000年続くものを作るっていうのって結構日本人ならではの強みだと思うんですけど、結構ハッカソンの主催されたハッカソンでも結構日本人のエンジニアがすごく多かったと聞いたんですけど。そうですね、4月に、イースグローバル東京っていうハッカソンが、うん、コミュニティのイースグローバルっていうチームに運営されて東京であったんですけれども、3000人ぐらい応募したんですけど、うん、まあ、もちろんサイズがあるので1000人参加して、うん、そのうち4割が日本の人たち、まあ、頑張って日本の、もちろん日本でせっかくやってるから日本の人たちを呼び込んでくれたっていうのはあるんですけども、うん、そうですね、だから日本のハッカーたちも多かったし、で結果すごい日本人のハッカーたちが優秀で、うん、ファイナリストって言って一応何ですか、これ審査員がいて決めるんですけど、ファイナリストも半分以上日本の人たちが取ってたので、私は想像以上に、あ、何、なんか優秀な人たちがこんなにいるけど、意外と日本の人ってボクボクって言わないから、それこそ、うん、そもそもなんか優秀なし、エンジニア、コードも書いたことなくて分かんないですけど、はい、エンジニアの優秀さ、強い、そうじゃないって何が違うんですか？うん、もちろん、なんかもう本当に、ね、いろんなスキルがあるから、それぞれの強いところとかありますけども、やっぱりハッカソンって一つのプロジェクトをチームで立ち上げて、それをある程度見せれるところまでデモをスライドにするっていうのがゴールなので、だからチームの中にいろんなエキスパートがいた方がいいんですけども、特にイーサリウムはやっぱり、まあ、ハッカーっていう言葉自体もなんかハッカーと開発者がどう違うのかっていうのもあるんですけども、やっぱり自分たちで勉強して、よりなんかこう参加して、なんかすでにあるものも改善していってみたいな、あと何かもともとネガティブな意味のハッカーってね、それこそハッキングをするっていう、いいホワイトハッカーの逆っていうんですけども、やっぱり自分で作る、自分で何かを見つける、自分でアイデアを作るっていうことを楽しめる人たちだから、なんかちょっと行動がかけて、それがどんどん早く開発できるようになるっていうだけじゃない、起業家精神みたいな、起業家にならないとしても、それなんかこう自分でアイデアをクリエイトするっていうのが上手な人たちがやっぱり一番なんかこう最先端で、いろんなこと学んで、あの人はやって言ってたけど僕だったらこうやってみようみたいな、だからこう言われた通りに何かやるとかいうタイプじゃないですよね、ハッカーって。なるほど。ジョイさんから見て、日本人ハッカー、日本人エンジニアの強みっていうのは何だと思いますか？あやさんが言うように、多分いろんなタイプがいて、で確かにだからハッカーっていうのはなんか命令に従ってこなすタイプではないと思うんだよね。で日本人のやっぱりなんか結構有名な、昔から自動車会社なんかでもきっちりしてるけれども、昔からトヨタとかでも結構現場で改善するっていう、こうストーリーがあって実際あるんだけども、でそのトップからの指示のもとに、でもこの範囲の中ではすごくこう改善をするっていうのって、こう型にはまってるけど、この型の中で頑張る。だから例えばそのエンジニアだけじゃなくて、例えば料理人でも、日本で400ミシュレンスターあるのは、自分の料理を拡大するんではなくて、あとこうなんかレボリューションを起こすんではなくて、どん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 もう17代目でもどん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 これを良くしていくっていう、このただそこの中ではやっぱりすごくクリエイティビティが働いて、だからそこがやっぱり日本人エンジニアっていうのはこう決まったルールの中ですごくクリエイティビティを発揮するので、そことハッカーって結構近いけどちょっと違ったりして、で
で日本って昔から例えば車海外で発明して日本で磨、うん、あのもっと良くするとかゲームも海外で作ったものを日本が良くするっていうのでそのやっぱりインベンションするのは意外に弱いのね。だからノーベル賞は日本で29人しかいなくて、うん、毎年98人って僕よく言うんだけども、ノーベル賞は今の日本の文化の中でちょっと厳しいんだけども、海外でできたものを日本がこう着陸するとか磨き上げるとか一般化する、だからゲームで言うとイングレスってい こうタックっぽいすごい面白いロケーションベースの最初のゲームがあったんだけど、やっぱりポケモン GO は日本がやるとかっていうのはあるので、だからもしかするとこの日本人のこうきちっとこのプロトコールの中で仕上げるのは上手なので、だから多分そのイーサリアムとかブロックチェーンっていうのは結構すごいコンセプトもあるし結構動いてんだけれども、でもちょっとこう安定性が悪いとか爪が甘いとかっていうところがいっぱいあって、でそこ結構つつかれてるんだよね。だからもしかすると例えば今 ZK っていうゼロ知識証明かなっていうコンセプトが MIT とかいろんなところでできて、でそのツールがだんだんイーサリアムの周りとかでもできてきてるんだけども、それを実際に例えばマイナンバーカードとかなんとかで引っ付けて誰でも使える技術にするのなんかは、僕はもしかすると日本人エンジニアって、貢献できるんじゃないかなっていうので、それで結構あやさんたちとそのこの日本人の今回出てきたエンジニアと、あともっと多分コンサーバーのハッカソンに出ないようなコンサーバーの日本人もなんかここに入ってきて、なんかちゃんとこうそのいろんな種類のエンジニアが一個になってこう発明するの、ファーストプロトタイプ作るのと、あと最後こう収めるのってこうなんかネットワークができるといいかなと思う。今タイミング的には日本の人の良さが活かせる時が来たって感じですね。で最初 そのプロトコールのレベルとか、ものすごい大きなレベルの開発研究っていうのは、さっきジョーさんがおっしゃったようなすごいイノベーティブな、もうちょっと普通に育ってないとかそういう人のが向いてるというか、アウト・オブ・ザ・ボックス、もう without the box ぐらいの、なんかもう箱なしで考えれるぐらいじゃないと、そもそももう本来の仕組みを全く変えるっていうことなんですけども、でも今ちょっときめ細やかなところが必要なところにようやく来たんですよね。なんかウォレットとかもある、一応みんな使えるけど、いやなんか使いにくい、どれも使いにくいじゃないですかね、正直言って使いやすいとは思わないです。普通に日本みたいな便利なところで生きてる人からしたら全然ダメじゃんっていうことだと思うんですよね。でも日本ってその UX がものすごい、なんか普段の生活の UX が、この間ツイッターで日本の UX に感動したリストみたいな、海外の人がやってたのがすごいバズってたんですよね。一番何だったんですか？ミシェル・ワームでうちと一緒にやってるの、なんだっけ、アキアダウのここにも出たことで、そう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 、リストだったよね、一番リストなんかバーッと、ね、バーッと僕が感動したことって言って、外に来たから来た人しかやっぱり感動がわからないですよ、日本の人は当たり前なことなんで、なんかそう、キャッシュディスペンス、キャッシュマシーンにこう傘立てがあるとか、なんかこう結構、ね、そうすごい細かい部分なんかちょっと別にそれ やったらすっごいお金儲かるとかいうよりは、なんかもうちょっとこれあったら便利だよなっていうところがすごく日本って、私先日ホテルに泊まってて、空港のすぐそばのホテルに一回ちょっと泊まらなきゃいけない時があって、であって思ったのが、朝ホテルってビュッフェ式の朝食が多いじゃないですか。で自分の席に食べ物持ってって、でそこで、あ、これ食べ終わったらこのカードをひっくり返してください、食べ終わりましたよって分かるように、まだ食事中です、終わりました、ですごい何でもないんですけど、あれこれって日本でしか、ここでしか見たことないなと思って、確かにそれ便利、ね、人のまだ食べてる、途中で立ち上がった人たちのやつを片付けちゃわないしとか、そういうのをもうちょっとよくしようっていうところがすごく日本得意なんで、で今イーサリウムにも Web3 にもそこが大事なところがいっぱい転がっていて、だから今開発者が、日本の開発者たちが今もちろんすごいイノベーティブなことを考えられる人たちもいるんですけど、一般的に言ってそういう人たちの力が
欲しいですっていう時じゃないかなって。じゃあもうやっとそのタイミングになって、今その日本人のスピリットとか、まあ、調整とか、うん、あの和み、さっきお二人がおっしゃっていたそういった日本人特有のまあスキル、スピリットみたいなのが、まあ、ブロックチェーン Web3 上に今親和性があるタイミングだってことですね。そうですね。あとはもちろんアプリケーションがようやくまともに作れる、うん、あのレベルにプラットフォームが、うん、去年のマージっていってプルーフオブステークという電力を使わないのに完全にシフトして、スケーリングもいろいろソリューションが出てきたので、まあ、ここから、本当にディセントライズディアップっていうのが、生かせる時になってきて、そうするとやっぱりユーザーが見えてくるので、ユーザーに近いことをするのは、まあ、個人的に客観的に見ても日本の人たちはとても得意ではないかと思います、うん、ジョイさんはまあ、アメリカに長く住んでいて日本に最近帰ってこられて、そういった日本人のスピリットと、うん、まあ、ブロックチェーンの薄利の親和性というのは、うん、どこにあると考えてますか？そうだね、まあ、今綾さんが言ったところもそうだと思うし、たまたま日本って海外がバブってた時に規制が強かったので、うん、被害者が少ないの でアメリカは結構被害者が多いから、こうやっぱりイメージが悪いんだよね。でだから日本でなんか Web3 の事業をやって結構普通の人たちが元気よくやるし、お茶会で使おうって言ってもそのお茶会に興味あるような人たちは別に違和感がないので、一般の人たちが使いやすい。でそれと今のあやさんの話をつなげると、やっぱ一般の人が使うのにはやっぱりこれじゃダメだよねみたいな、コマンドラインじゃダメだよねみたいなのがあって、うん、だから日本のそういうこうおもてなしでこうお客様を大切にするっていう気持ちと、それと日本人のエンジニアの細かさと、あと日本の方が一般のあんまりこうクリプト系じゃない人たちも使いたいっていうのをコンビネーションで言うと、こう一般の人たちの役に立つ、そのなんかただのこのトレーダーじゃないクリプトの人たちがにこうプロダクトとかインフラができてくるのがもしかしたら日本かなっていうのと、あとは大企業が結構日本入ってきてるので、だそれで日本でこうなんか一般化してそれをまた海外に持っていく、そうするとこれ日本エンジニアだけじゃなくて日本企業がやっぱり海外のブランドを、例えば自動車とかの時代では結構自動車と家電ではあったんだけども、 Web2 の時ないんだよね。 Web2 の日本のブランドってほとんど海外行ってなくて、でもこれが Web3 の時代ってそのチャンスがあるかなっていうのがあって、ただ僕ちょっと思うのはエンジニアの話最後ちょっと付け加えると、日本ってエンジニアの地位が低いんだよね。だから海外よりもお給料も低いし、海外よりもなりたいっていう人も少ないし、やっぱり日本の方がその厳しい苦しい怖いのあんまりやりたくない、なんかこんなになんで一生懸命働かなきゃいけないっていう、こう職業でもあるのね。でそこの職業からもうちょっとリーダーシップだとか、もうちょっとデザインだとか制作とか、そういうところにもエンジニアみたいな人が入っていくような日本にしないと次の日本の DX のフェーズに行けないので、だからもう一つやっぱりこの Web3 とかクリプトをきっかけにもうちょっと技術が分かる人たちがその企画とか制作に入っていくようになるといいなと思ってはいるんだけどね。逆にもうそこが変わらないとちょっと日本の Web3 の課題ではあるというか、うんうん、どうしかというとやっぱりWeb3 ってそもそもインターミリアリーというか仲介者を外して自分たちで本来ならこう大きなところに頼らなきゃいけなかったものが使えるようになるとか、自分たちで作れるようになる、でソリューションが自分のものになるっていうところができるようになる技術なので、その中に作るっていうところに開発者がアイデア時点でいないといけないんですけども、どうしてもやっぱり日本に来てよく思うのはいろいろな相談されるときにそのアイデアの相談されるんですけども、うちはもちろ なんか 私とか私たちのうちの開発者たちがアドバイスはできるにしても、 そこにその企画の段階でアイデア作りの段階に開発者が入ってないとそもそも話にならないんですけど、いますかって言うとそこにいないことが多いんです。どちらかというと開発者の人は企画が決まってから、うん、はいこれ作りなさいって言われる役みたいに基本なってることが多いので、もちろんスタートアップとかも違うと思うんですよ、 CTO っていうポジションがあるんで、っていうのが
変わらないとやっぱり何もできないなっていうのはあって、うん、そこは一番大きく私から見てて言いたいところというか、うん、頑張っていただきたいなっていうところですね、うん、決発案のところ でそういう意味でビタリックなんかは本当哲学者だからね、うん、で技術を理解した技術のレイヤーのスタックの中の哲学者だから、うん、やっぱりだから2つあるよね。その技術分かってるこう経営者がいないのもそうだけども、日本のエンジニアもなかなかそういう哲学のレイヤーまでこう伸びようっていうアスピレーションもなくて、うん、そこでこう両方すごく必要なんじゃないかなと思って、ね、そうですね。だからなんかこう、まあもちろんこういろんな人を入れて補足する必要もあるし、それから今ジョーさんがおっしゃったように、例えばマスマティシャンとか数学者とかいっぱい入ってるじゃないですか、うちの業界って。もともとプラットフォームを作ってるレイヤーの人たちは、でそういう人たちも例えば大事な問題を与えて解くことはできるんですけども、正しい問題に向かっているかどうかっていうのは誰かが考えなきゃいけない。だから数学者自体が考えるのか、他にちゃんとそれを見極める人がいるのかっていうののそのコンビネーションがうまくいかないと、やっぱり技術だけどんどんこれできるように、例えばスケーリングもどんどんスケールすればいいじゃんっていうことになると、それするとそれ早くできるけどこの価値観は失うよねっていうのを見れる人がいないといけないので、やっぱりいろんな、はい、ジョイさんがおっしゃってた哲学の部分で宮口さんが本今後のイーサリウムを語る上ですごい重要になったっていう本があって、それがジェームス・ケースさんのフィニット&インフィニットゲームズっていう本を挙げていたと思うんですけれども、はい、これは宮口さんのプロジェクトにどういう影響を与えたんですか？そうですね、その本の、まあ、簡単に説明をすると、いわゆるゲームを勝つためにするっていうのがファイナイトゲーム、まあ、限りのあるゲームだと、でインフィニットゲームっていうのは勝つためにやってるんじゃなくて、みんなでゲームを続けるためにプレイをするっていう、すごいシンプルにまとめられた、まあ私は今バイブルみたいに思ってるのがあるんですけど、でまあ、きっかけはもともとジョイさんとも共通の知り合いとかスチュワートブランドが、紹介してて推薦してて、でその頃スチュワートともやり取り特にあった得意だったの でその本を読んだ時に、イーサリウムの良いところ、イーサリウムのコミュニティの、エコシステムのみんなで作り上げるところの良いところがすごく上手に描かれている、まあ、それを求めてジェームズ・カースさん書いたわけじゃないんですけども書かれていて、でこれを保っていかなければいけないと思ったので、なんかこうイーサリウムのビジョンっていう時に技術のことだけ言いがちなんですけども、私の役割としてじゃあどんな、ビジョンだっていうのをイーサリウムファンデーションとして掲げたらいいかなって思った時に、みんなに私にとってのイーサリウムビジョンっていうのはインフィニットガーデンだって、そのインフィニットの今言った本の、まあ、勝つためにゲームをしない、インフィニットのゲームをすることのインフィニットなんですけども、ガーデンっていうのは、まあ、私たちがコントロールするんではなくて自然に起きること、自然をどうやって生かせていけるかっていうのが私たちの役割なので、でもやっぱりメンテナンスというか、まあ自然の良さがどんどんいい、まあ、例えば完全な何も触らない自然の中だったら何も触らなくてもいいのかもしれないんですけど、いろいろものが出来上がっていく、建物とかが出来上がっていく中で、やっぱり、その自然が悪いように壊されてないかだとか、ちゃんとみんなのところに火が当たってるかだとか、そういうことを見なきゃいけないから、だからそれができてる状態だったら、なんかイーサリウムっていうのは街とか機械ってまあ、シーンというよりはなんかこうガーデンみたいなイメージがぴったりくるんではないかっていうので、なんかポロッとうちのメンバーに年末にいつもメッセージをするんですけど入れたら、割とこうみんなが響いてくれた、なんですかね、納得してくれた人たちがいたので、あ、やっぱこういうことをもっと伝えていかなきゃいけないのかなと思って、でコミュニティにも伝えるようにして、でそうするとコミュニティの人たちがみんなそれを、やっぱりまあ本の威力もそうですけども、やっぱり何かこう分かりやすいイメージを作るっていうのも
ね、すごいビジュアルにこう描けたと思うんですけど、ね、描けるのはやっぱり行きたいね。ジョイさんもこう生きがいとか和みとかよくお話しされてますけれども、うんうん、この、 あの宮口さんの本の話聞いていかがですか。うんうん、いやあの本当に僕もあのさっきあのやっぱりあのガーデナーっていうのって、うん、あのやっぱりすごく重要 でやっぱり生き物っていうメタファーも僕すごくあのエッセリアンファンデーションみたいなプロジェクトにも取れるし、その使ってる人たちのエコシステムもそう で多分そのメタファーの方があの実は合っているかなと思うのと、あとはこう自然のシステムってもちろん光とか水とかも大事だけども、この微生物も大事だったり、あのこの植物とこの植物はこういうこうあの協力関係があるとか、いろんなこうこでこのここが出してるこのものはここがまた餌として、こう誰かの廃棄物は誰かの食べ物になったりしているのが、まあ、人間の廃棄物があの植物のインプットになって、植物が人間のインプットになったりしているのと同じで、このこう生命体のシステムというのは一つの通貨じゃないんだよね。こうあの酸素だとかあの炭素だとかあの糖分だとかいろんなものがあって、でそれがこのものあのそのあの生き物によって何を欲しくて何を渡すで、なんかで大量に余ってくると誰かがそれを食べに来るんだよね。だからこういいガーデン、オーガニックなガーデンっていうのは外から物入れなくてもどん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 元気なのね。で今の経済のシステムってお金っていう すごく一つみんなが欲しいものが結構同じ でしかもそれに対してみんな競争して、そしてその環境からいろんなこう、ね、あの燃料だとか水とか取って、でみんなお金を狙ってるってい こう全然こうサーキュラーになってないんだよね。だからこの本当にあの中だけで元気になれるサーキュラーシステムっていうのはむしろ多分あの生態系の方が良くて、うん、でそのでここで暗号通貨つながってくるのはドルだけとか円だけじゃなくて、いろんな通貨といろんな DAO のトークンがあって、でも全部ドルに換算するんじゃなくて、イスリアムイスリアムのまんまとか、こういろんなのが価値観がバラバラにあるのと、僕はそのあの生態系のエコシステムのこの複雑でリジリアントなのっていうのは僕はメタファーとしてあって、そうするとそれをこう完全にこう理解してるあの例えばネイティブアメリカンだとかアマゾンのレインフォレストの中に住んでる人間の方がよっぽどいいこう自然のスチュワードっていうか、あのなんてサポーターだと思うので、だからそのメタファーも僕結構、うん、あやさんとかイスリムファンデーションにマッチしてるかなと思うんだよね。うんうん、でガーデンっていうとちょっと一つの言葉で表すのはやっぱり難しいのですごく考えてるので、うん、ガーデンっていうとちょっと日本の例えば庭園とかすごい作られた感じに思っちゃうんですよ。コントロールされてる、ね、でもイメージは今ジョイさんがおっしゃった、うん、あと私いつも言ってバイオダイバーシティって日本語でなんていうか分かんないですけど、うん、生命多様性とかね、生物多様性とか生命多様性っていういわゆるなんかこう緑だけ生えてればいいとかじゃなくて、うん、実は土の中になんかね、いろんなものがいて微生物とかもいてでいうのが本来健康な自然というのはそうじゃないですか、うん、でやっぱりそれを分かってる今おっしゃったネイティブアメリカンもそうですけど、なんかそういう人たちはすごい長く続いてる文化があるんですよね、うん、でだからそのダイバーシティ例えばいろんな人を入れた方がいい、日本人のうちも入れた方がいいっていうのは、今すごいおっしゃっていただいたお金がみんな欲しいものが一個でっておっしゃったんですけど、うん、やっぱりいろんな文化を入れることによって実は例えば日本人ってお金以外のもう欲しいものって言ったら例えばリスペクトだとか尊敬してもらいたいとかそういう欲って他のまあ他って言ったらあれですけども強いと思うんですよ日本人ってそういうので。で私はお金すっごいだけもらってもし誰にも尊敬されなかったら嫌だと思う人の方が多いと思うんですよ日本って。だからそういうのが混ざることによって自然淘汰されていく私たちがいやこう警察のポリスみたいにしてこうとかあと殺虫剤使って何か殺すとかじゃなくて、うん、酔う風に流れていくでその中で失敗もあって、うん、そこに学びもあってっていう風にしていかないとやっぱり長くは続かない、うんですよね、だからその中に全部殺しちゃうすごい強い生き物がいたらそれもそれで、全く違うものになる上にそれが死んだら終わりなので、うん、っていうことで、まあ、
割と自分の中では描けてるんですけども、あの上手に伝わるといいかなって思って、うん、まだいろいろ伝え方を模索中。いやでもすごいですね、こう意外日本こうイーサリアム財団のリーダーシップ取ってる方が日本人っていうのも知らなかったですし、でこういった日本のスピリットが役に立ってるっていうのもすごくあの新鮮な話だったんですけれども、ジョイさんは今日お話聞いて、まあ、すごい日本のエンジニアにチャンスっていう話もすごく良かったと思うんですけど、うん、あの話聞いてみていかがでしたか？うんうん、いやあのちょこちょこ話は聞いてたんだけども、うん、今日あのさらになんかあの深いレイヤーであの今の例えばそのバイオダイバーシティとその辺の話もなんか僕も考えてたところと結構つながってくるので、なんかまたあのいろんな付き合い方があるかなというのと、まあ、今僕大学の方でまたエコシステム作ろうとしているので、そこともなんかあのなんか一緒にできるんじゃないかなという感じはしました。はい、宮口さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。